はい。え、どうもこんばんは。ミスチラーです。今日はですね、カンジャムってあるじゃないですか。毎週日曜にやってる、カンジャニがやってる音楽バラエティ番組。うん。で、4月24日の回が、ミスチル特集だったんだよね。で、まあ、前にも動画出したと思うんだけど、まあ、ミスチル特集だろうが何だろうが、カンジャムなんか見ねえみたいな趣旨の動画も出したじゃないですか。うん。で、まあ、あの動画でも言った通り、見るキはさらさらなかったんだけど、まあ、4月24日ってね、まあ、ピンとくる人はわかると思うんだけど、まあ、 半世紀で言うと、その、福岡の2日目だったんでね。まあ僕それに参戦して、で、その日はね、あの、福岡のホテルに泊まったんですよ。で、まあね、あの、日頃僕はあんま、そのテレビとかつけないから、えー、まあテレビ持ってないしね。だから、まあ、結構ホテルだと結構テレビつけるんですよ、僕。だから、まあ、その日もね、あの、ホテルに入って、まあ、テレビつけたわけですよ。そしたら、たまたまテレビ朝日が、えー、のチャンネルで、で、まあずっと流してたら、まあ、ンジャムが始まったわけですよ。うん。 で、まあ、もともと本当に見る気なかったんだけど、まあつ、流れて、流れたから、そう、あの、テレビ朝日だったから、そう、あの、結果的に見ちゃったんですよね。まあ、見たわけですよ。うん。で、まあ、ね、僕は見ようと思ってなかったから、まあ、本当にこれは完全にこの日本一のミスチーファン、通称ミスチラに見てほしいという、テレビ朝日側の、多分、なんていうの、メッセージなんでしょうかね。まあ、そうと、撮りました。うん。そう勝手に撮って、まあ、見たわけですよ。ンジャムをね。 結果的に。で、今日はそれの感想動画になりえーす。はい。あの、まあ、結論から言うと、面白かったね。うん。あの、ジャム、ちょっと正直言うと舐めてたところがあるんだけど、結構面白かったし、まあ、1時間だったけど、あんまり1時間が長く感じなくて、結構、あれもっと聞きたいな、みたいな。うん。というのも、結構ね、みんなマニアックなんですよ。 もう、関ジャニのメンバーもそうだし、まあ、その、前回ね、あの、関 <laughs> ジャムなんかに出る音楽プロデューサーは暇なやつだみたいな感じで言ったけど、まあ、結構あの、そうそうたるメンバー、その、プロデューサー目線の人たちも、あの、生き物係の水野さんとか、あと、あ、あと二人ちょっとあんまり <laughs> 知らないんだけど、う、まあ、結構その、まあ、音楽プロデューサーみたいな人なんですよ。で、その人も、結構、ね、マニアック、ていう、マニアックで話すし、で、関ジャニのメンバーも結構ね、あ,あ、 患者にのメンバーもミスチル好きなんだな、みたいなのが結構、この日本一のミスチルファン通称ミスチルのお脇地でも感じましたね。うん。やるじゃん、みたいな。みんなやるじゃん、と。うん、思いましたね。やっぱりそのテレビって、みんながみんなミスチル好きな人たちが見てるものじゃないから、まあ、マニアックに作りづらいっていうのは、うん、あるんだけど、まあその中でも結構マニアックに、えみんななんか曲出したりとか、うん。まあ結構あの、なんだろ。う 丸山くんかなうん、関ジャニの。多分、あの、バンドの時はベースなのかなで、なんかベースラインの話になった時に、トモとコーヒーと嘘と胃袋っていうタイトルが出て、まあ、僕で、ね、Q が大好きなんですけど、なんか Q の、あ、Q が好きって言ってたのは、あれか、横山くんかなまあ、あの、僕にそっくりな。そう、この日本一のミシュバン通称ミスチラのこの大アにそっくりな、えーよ、横山くん、横山優くんが、Q が好きみたいなの言ってたから。ちょっとすいません。あの、1時間で、ね、も本当にサラッと見たんで、あんまり、 あの、印象に残ったところしか覚えてないんです。本当に、あの、細かいところは覚えてないんで、まあ、もし間違ってたら、まあ、訂正しても、もう全然構わないんだけど、まあ、そんな感じで、結構みんな、あ、みんなミッセル好きなんだな、みたいな感じで、まあ、Q とかも出たりと、まあ、さっき言ったように、丸山くんが、トムとコーヒーと嘘と胃袋のベースラインが綺麗みたいなこと言ったら、あ、結構、シングル曲以外でも、バンバン出るな、みたいな、思ったりとか、あとなんか、プロデューサーの人が、なんか、カッティングを練習したみたいな、 感じで、その、カッティングを練習した曲がアンダーシャツとか、え言ってたりとか、もうそんな感じで結構お、おディスカバリー来たみたいな感じで、なんか、シングル曲以外からもバンバン紹介されてたし、お、いい,いいじゃん、いいじゃんと思って、なかなかやるじゃんみたいな感じで思ったし、結構ね、そう、見応えがあって、あれえ、もっと聴きたいなみたいな。そう。やっぱりなんだかんだ言ってテレビだから、まあ、1時間に。 収めないといけないし、もっと多分ね、マニアックに話してたんだろうと思うんですよ。まあ、そこをま、編集でうまくして、で、も、ま、う、あ、本当に、すごいバランスよくね、えー、番組1時間編集されてたから、おぉ、もっと2も見たいと。そう、まあ、今回1時間だったけど、いや、また2、第2弾目とかもやってほしいなって思ったし、特に僕が、ま、記憶の範囲内で印象に残ってるとしたら、あの、その、ミスチルの曲の、あのー、 大体の曲の、なんか、有名な曲の、あの、最後のサビ、ラスト、ラスサビの、あの、前には一泊開くみたいな。そう、イノセントアルトとか、トゥモールデバノーズとか、まあ、大抵の曲は、あの、その、なインパクトをつけるために、一泊置いて、サビが始まる。っていうのを、なんか、解説してて、プロデューサーが、あ、確かにそうだな、みたいな。で、あの、大抵はその一泊開くんだけど、シーソーゲームだけ、あの、半拍 先に始まるみたいな。で、そこで裏切られたみたいな話をしてて、あ、結構、あ、そういう視点あるなーみたいな。なんか、あまり僕も僕ですら、そう、この日本一のミスチルファン、通称ミスチラの、この、このお脇地ですら、あんまり気づかなかった視点のお話をしてくれてたから、あ、確かにみたいな。なんか、歌詞の解釈とか、曲の構成とか、なんかそういうところって、なんか、勝手に解釈してる部分ってあるじゃない。 なんだけど、まあ、曲のこう、ね、あの、こうなってるみたいなのって、まあ、事実だし、そう、そうなってるから、そう。だから、まあ、そこでね、あのー、なんて言うんだろう、あの、傾向がね、見えるっていうのは、あのー、まあ、事実だから、まあ、確かにそうだな、みたいな感じで思うんですよ。解釈とかだと、もう勝手に解釈してるみたいなところあるから、 そう、なんか、お前の解釈知らねえよってなるんだけど、そのさっき言ったその、イノセントアルとか、トゥモロデバナスとか、まあ、終わりなき旅とか、まあ、そこら辺の、うん、エブリスングッツユーとかも、一泊あけと、シーソーゲームだけ、半泊先に、そう、ええー、から始まるみたいな、そう、あ、確かに、みたいな。あ、そうだな、みたいな感じで、面白かったっす。うん、もう純粋に、一時間、楽しめました。やるじゃんこういう番組待ってたよ。 うん。やっぱりね、まあ、その、あの、ミスチラ TV はめちゃくちゃマニアックにやってるけど、も、ま、う、あ、テレビでもね、ここまで面白くマニアックに、やっぱ、やっぱすごいなと。うん。さすがだなと。まあ、って言ってもね、やっぱりミスチルラ好きな人ってやっぱ多いんだよ。うん。やっぱカンジャリのメンバーもみんな好きそうだったし、そう、マニアックに話してたし、そう。だからやっぱりミ,ミスチルラはね、マニアな人多いんですよ。だから、 もう桜井さんも、もうライブでね、あの、有名な曲ばっかりやるんじゃなくて、レアな曲やっても、多分受け入れてくれるわけですよ。受け入れてくれ、受け入れてくれるはずだから、そう。いや、もう自信持っていいと思うんですけどね、カズトシ君。うん。まあ見てるかどうかわかんないけど、自信持っていいよ、カズトシ君。うん。心配しなくていい。みんな受け入れてくれるから。うん。そんな感じで。で、あと話すことで言うと、そう、エブリスイング一通の、あのー、 ラストのサビの、なんか、なんだっけドラムフィルかなそう、ドラムフィルがいいみたいな感じで。あー、そっかそっか、みたいな感じで。そう。結構ね、だから、ま、あ録画してるんでね、まだ、後で何度も見直すことはできるんですけど、まあ、あもう一回見てみたいなと、そう思ったし、あと、ま、あ第2弾とかもやってほしいなと。もう今年30周年だから、バンバンやってほしいなって、思いましたね。うん。いやー、カンジャム、いいじゃん。うん。面白かったよ。うん。ま、あそんな感じで、ま、あちょっとね、 あのー、見る前から、あの、患者部なんてクソだ、みたいな感じの発言をしたのはちょっと正直申し訳ないなって思ったし、結構マニアックじゃん、みたいな。そう、ちょっとね、いや、めちゃくちゃ申し訳ない気持ちと反省と、うん、ちょっと自分のね、この、えー、あんまりなんて言うんだろう、まあね、その発言のね、ちょっとあんまりよ,よろしくなかったらちょっとこの場を借りてね、謝罪します。はい。すいませんでした。 まあ僕は謝ったんで、もうこれ以上謝る必要ないし、ええ、まあね、もうこれで謝罪は終了したという体で、ええ、もう今後はね、動画投稿をやりたいと思いますけど、うん。まあそんな感じで、ええ、終わります。はい。話すことはもう他にもあったっけないや多分ないと思うんだけど、今の謝罪で忘れましたね。うん。まあそんな感じで、第2弾を期待してます。はい。以上、日本一のミスチルファン通称ミスチラーの謝罪動画でした。 社会に出るつらさ酔いめのギターよく聞きされってすぐディナーた